ガエターのブレイシ、ガエタのブレイシは、イタリア国王ウンベルト一世を暗殺した、イタリア系アメリカ人の無政府主義者。ブレイシは、トスカナで生まれた。彼はイタリアからアメリカ合衆国へ移住し、ニュージャージー州パターソンで降りてとして働いた。パターソンでは当時イタリア系アメリカ人の、無政府主義者が、大きなコミュニティを形成していた。 グレイシュはパターソンで刊行されたイタリア語の無政府主義新聞ラクスティオネ・ソアールの創立者のうちの一人であった。1898年パン価格の高騰がイタリア各所でのデモに結びつく。ミラノではデモ隊の群衆が宮殿に向かって行進を始めたがババ・ベッカリス諸軍指揮下の軍隊によって包囲された。群衆は解散命令を無視し、ベッカリスは 群衆への砲撃を支持し、多数の市民が死亡した。国王、ウンベルト一世は後に、ベッカリスを褒めたたえ、王宮を勇敢に防衛したとして、勲章を与えた。ブレイシはその出来事からウンベルト一世の暗殺を、決意した。彼は、ラクイスティオネソアールガミへの借金を、同僚には、理由も言わずに返済し、イタリアへ渡った。彼は1900年7月29日、 モンザを訪れていた、ウンベルト一世を3回銃撃した。ウンベルト一世暗殺後、ブレイシは捕らえられ裁判にかけられた。裁判で彼は無政府主義者の弁護士、フランチェスコ・サベリオ・マーリノによって弁護された。判決は、ミラノで1900年8月29日に下され、ベントテーネ等のサント・ステファの刑務所で、重労役に服することとなった。同刑務所は、 多数の無政府主義者がこの数年にわたって収監されていた。一年足らずの後、彼は監獄で死んでいるのが発見された。死因は自殺によるものとされたが、監守によって殺害されたと考えられている。ありがとうございます。